明をするためにつけたやつですね。はい、これ最近つけたんですか？いや、これ最初からです。あ、そうなんですね。最初からつけてますね。はい、こんにちは、本田です。今回ですね、愛知県の小牧市まで来させていただいております。カメラの前に映っていらっしゃいますのが、小牧市の方で工務店をされていますエンズホームの尾形さんです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回はですね、事務所の方をですね、少し案内していただこうかなというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。お願いします。今回ですね、このエンズホームさんの事務所なんですけども、実はアウトドアショップと併設をしている事務所になりますので、その辺も少しですね、ご説明しながら、ご案内していただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずこちら外観なんですけども、向かって右側にこうガレージピロティがありますので、はい、まあ、ここに駐車場4台分あります。空いてればここ止めていただいて、中にお入りいただければと思います。はい、で、入り口は向かって左側ですね、はい、ちょっと歩いていただくんですけども、はい、まあ、こちらの黒い門、ここをくぐっていただくと、店内に入れる、そんな感じです。はい、じゃあ早速歩いていきます。このわさわさ感のある、これですね、アウトドアショップは。今回スノーピークですね。アウトドアショップをさせていただいてます。はい、こんな何屋さんなんかわかんないですね、これね。工務店さんなのか、スノーピーク屋さんなのか。工務店です。なるほど。これお客さんが焼き物で作ってくれたエンズホームたぬきなんでね、これ。かわいいなと。なるほど。はい。あ、本物書いてある。お腹に書いてあるんですよ。で、まあちょっと、ビオトープじゃないですけど、メダカを飼いながら。飼いながら。はい。そうですね。店内の入り口はここになります。造作の建具ですね。なるほど。ちょっとワイドが大きいです。はい。ということで、誰かいました。誰かいますね。何ですか、このメンバーは。おはようございます。おはようございます。カメラの名前映っていますのがですね、まず右側映っているのが、滋賀県で工務店されています、夏見工務店の夏見さんです。よろしくお願いします。お願いします。カメラ左ですね、映っていらっしゃいますのが、岐阜で工務店されています、大鳥建設の森さんです。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。今回この僕含めて3人でですね、この事務所を荒らしに来たということで。もう荒らされた形跡ありますね、これ。だいぶ荒らした。いやいや、実は昨日、市の、まあ、場所でですね、イベント、防災を絡めて、キャンプイベントさせていただいた感じですね。で、まあ一日も朝も早くからやってたので、もう命からがら荷物だけはとりあえず入れ込んだという感じの店内になってます。実際はこんな感じで、綺麗な写真もありますので、それをまた見ていただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、こちら玄関入って、家作りを考えてるお客さんもここから入って、ここは必ず経由して、そうです、ね、奥に行くわけですね。そういうことですなるほど。ここでお金が落ちていくわけですね。ジャリ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 と、ね、アウトドア好きにはおかげさまで。でもアウトドア好きには多分この空間はたまらなくいいですよね。ないのかなと思いますね。まあ事務所も当初、まあアウトドアのショップをやるつもりで、まあこのね建物を依頼したわけじゃないんですけども、はいはいはい、まあいろんな荷物が増えてくることが、まあ、自分の中での、まあ、生活というか、今までの中で、まあ、趣味も、まあ、いろいろあって、まあ、物が多いんで土間にそのまま置けるといいよなっていう、そんなオーダーをしたんですよね。そしたら、まあ、こんな感じで通り土間が、ガレージから、まあ、庭まであるので、それを、まあ、逆に活かせたアウトドアショップになってるのかなと思います。なるほど。はい、ここでコーヒーも、コーヒーも飲みます、ね、一応セルフで、はい、いいですね。まあ、アウトドア行って、まあ、何が不便かというと、まあ、火を起こしたりとか、まあ、飲み物だったり食べ物だったり、そういったもので、まあ、意外とこう時間を取ったりして、何も食べれないなとか何も飲めないなではちょっと寂しいので、まあ、こういったところで練習していただくのもいいのかなと思っております。なるほど。はい、であと、はい、まあ、皆さん建物とかですね、よくウッドデッキ欲しいよとか、言われてると思うんですけども、はい、まあ、ウッドデッキってあんま広すぎてもね、手入れだとか、大変になってきますし、まあ、必要最低限あればいいのかなって思ってます。で、この今見ていただいているこのウッドデッキがですね、奥行き 1.82 メーター弱なんですね。はいはい、なので、まあ、本当にこう4メーターも5メーターもウッドデッキを、まあ、特に使用目的がない場合はですね、作る必要もないんじゃないかなと。まあ、2メーターあればこれぐらいの椅子やテーブルを置いて、まあ、楽しめるので、まあこれぐらいで十分じゃないですかっていうか、一つの提案みたいなもんですね、これは。テーブル1個あってですね、くつろげるので十分ですよね。十分ですね。こちらも。ね、まあ、今ここは日中はちょっと、まあ、ランチとかもやってる、まあ、飲食スペースで。はいはい。はい、
私、食品衛生も取ってですね。まあ、ここで、まあ、僕が作るわけじゃないんですけど、スタッフが専属でやっております。なるほど。はい、よかったら食べに来てください。はい、ありがとうございます。また美味しいお昼のメニューはここに写真貼っといたらいいですかね。あ、貼っときます。なるほど。お願いします。これ全然使えます。へえ、はい。割り箸とかも安いんですか？いや、これがですね、あ、これで焚き火をしようと思ってもできるのはできます。これあのコーヒードリッパーです。あ、はい、あ、本当だ。失礼しました。台のドリッパーです。なるほど。はい。まあ、ドリッパーでやるときはこの紙をですね、折っていただいて、これ折らないとですね、ここから漏れる可能性があるんですよね。コーヒーのこのミルしたやつが。こんな感じです。ドリッパーです。ドリッパーです。焚き火台の形をした。なるほど。まあ、確かに焚き火台と同じ形なんですね。そうなんですよ。うん。うん、まあ収納もしやすいですしね。はい。なるほど。ありがとうございます。こんな感じです。このテーブルのセットで買わないといけないというのがミソですね。これがですね、自作です。そうですよね。はい。このテーブルが10万円ぐらいで、あとこれ10万円と100円です。下を10万円で買ってくれたら上100、そこは100円です。もうこれ100円でもです。これ10万円だったら、まあ、このペグが20のサイズ、20センチのサイズが4本あればできますんで、はい、よかったら DIY で作ってみても面白いかもしれないです。なるほど。これちゃんと書いてます。あ、そうなんです。これはこれはですね、いや、お店に来ていただいているお客さんで、あの常連さんというのか、あの方が、コップ、マイマグを持ってここにもうかけて、夜のお店みたいなそんな感じになっちゃってますけども、はい、でもなんかこういったことをすることによって、なんかそこのお店のなんていうかな、特別感というか、うん、常連だぞみたいな、そんなところで喜んでいただいてると聞いてますんで、はい、もう所狭しと並んでますけども、なんかお客さんの中でここにこうかけれるように、なんかこういろいろ頑張ってやってる方もいるみたいです。選ばれた人しかかけられない。いや、なんかね、ここのコミュニティの中でいろいろあるみたいです。あ、仲間内でなんかこう、うん、お前は何かイベント来たんだみたいな、なんかそんなあるらしい。だからあんまこういざこざのない範囲で楽しんでるとは言ってますけど、はい、一応工務店なんで建築の話もありましょう。もうこっちの話したら本当止まらなくなると思います。はい、じゃあこちらがそうですね、上に上がる階段ですね。はい、一般の、まあ、お客さんというのか、一般のお客さんだったらちょっとあれですけども、はい、建築を、まあ、お考えになられているお客様はですね、さっきの、まあ、入り口から入っていただいて、この階段を上って2階に上がっていただくと、そうするとあの接客スペースというのかな、打ち合わせできる場所がありますので、じゃあちょっと早速上がっていきます。はい、お願いします。ここが商談スペース、まあ、1ですね、はいはいはい。ちょっとまあこれがまたスノーピークのまたテーブルなんですけど、まあちょっと今ガラスでね、ちょっとあの字が書きやすいようにしてありますけども、まあこれを使ってやらさせてもらっているという感じです。でこちらがまあ僕らのまあ事務所になりますけども、こんなので、まあ所狭しとスタッフがいろいろとやってる感じですね。はい、こんな感じです。はい、で奥に行きます。でこれもごめんなさい、あの普段はないです。普段はないですね。はい、あの昨日のイベントのちょっとお借りした、スヌーピーさんからお借りした商品が山のように今日送り返します、これ。なるほど、はい、ここでまあ打ち合わせをすると、はい、そんなスペースになってますかね。はい、であとはまあうちのお客さんでよく採用されるのが、はい、誰ですか、誰かいます、誰かいますよ、これ誰かいますけど、誰ですか、あなた誰ですか。自己紹介お願いします。岐阜県の大鳥建設の森島と申します。あ、これはですね、森さんの右手ですね。はい、来月からうちに来るらしいです。あ、本当ですか。いや、分からないですけど、初耳で。くつろいでましたね。はい、くつろいでました。このハンモック、気持ちよかったです。こちらは何のスペースなんですか。こちらはですね、あのこの建物自体が、まあ、外部と内部があって、そこの、まあ、中間領域って言われる、まあ
内外部というか半外空間というのかな、そこで日中冬場だったら温めた空気をここでまあ培養というかまあ作ってで中に入れると、うん、で逆に夏場はここの今この建具があるんですけどここで仕切っちゃってここから外はもう外として網戸全開窓全開して自由に自分たちのライフスタイル季節に合わせて使える空間として、まあ、設けていただいたとそんな感じの場所になってます。なるほど、はい、で吹き抜けがあることによってやっぱそこでこう空気の循環だったりとか、しやすくなるということだけだともったいないので、まあ、この下の網ですねグレーチングこれ乗って大丈夫ですか。これ乗って大丈夫です、はい、これは何ですか。これはグレーチングっていうあの FRP 素材ですね。あ、素材は FRP、はい、でこうすることによってあの、まあ、吹き抜けだと、まあ、人が歩けないんですけどもこれを、まあ、グレーチングをすることによって歩けるようになりますので、うんはい、これ非常にあのうちの、お客さん結構割と使わさせていただきますね。吹き抜けなんですけど、はい、空気は流れるけども歩けると。そうですね、吹き抜けだけで終わらせないっていうプラスアルファのなんか、なるほど、はい、紅葉が出るというのかな。家の中で使われることが多いですか、外で。中が多いですね、このパターンが多いですね、はい、でこれあの子供さんとかでやっぱちょっとこう興味持って行かれる子もいればコワゴワとする子もいますけど最初はコワゴワとこうね歩くのも遠慮してた子もすぐ慣れて、はい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 、なので最初だけかなと思います。なるほど、うん、これいいですね、吹き抜けを有効活用。あもうぜひそれに持ってこいだと思います。できますよね、はい、であの吹き抜けをまあ有効活用するのはすのことかもあると思うんですけどもすのこでも、まあ、あの全然僕いいと思いますけどもすのこだとちょっとその1階の部分さっきあの土間があったと思うんですけどもあそこに落ちる光の量が結構このすのこの幅によって、結構暗くなってしまうっていう場合もあるのでそこら辺は、まあ、こういった光量が欲しい場合このグレーチングが持ってこいじゃないかなと思ってます。はい、なるほど、そんな感じですね。これは結構いいかもしれないですね、まあ、ちょっと緑に囲まれてこんなね、暖かい場所があればハンモックとかもちょっとぶら下げてみてもいいのかな。なるほど、この辺はもう全部借景ですよね。これこっちは自前の木ですね。あ、そうなんですね。でこっちはこっちは借り物です。借景、お隣の借景なんです、ね、はい、そうです。あの建物の南側にあのホテルがあってですね、はいはいはい、そこの庭になるんですね。でこの庭がもう大きな木もあったりとか、まあ、噴水もあったりとかで音もしますし、はいはいはい、本当になんかいい雰囲気、もう自然の中の家みたいな感じが出てるんで非常に環境としてはありがたいですね。なるほど、ありがとうございます、はい、で、あとここですね、たまにですね日射の遮蔽、遮蔽をっていうので森さんと夏美さんに突っ込まれると思いますけどバレーマがついてるんですよ、この状況で。まあ、これはあのこういうもんですよっていう説明をするためにつけたやつですね、はい、これ最近つけたんですか。いや、これ最初からです。あ、そうなんですね。最初からつけてますね。なのでこのバレーマとかね、こういうのがあると、まあ、本当にこう日差しを遮りたいときはね、切っちゃって。夏場はいいですよね。夏場は本当にいいです。前回の夏美さんもね、おっしゃってましたけどこのフラップの角度で入る、まあ、光の量というか、まあ、光り方というのかな、はい、というのもできるし非常にいいんじゃないかなと思ってます。でこれを採用した時はまだまだすごくまだ高かったっていうのと、あとオーダーサイズだったんで、うん、ほんとびっくりするぐらいの値段だったんですけど、うん、今はもうだいぶ値段も、うん、収まってきてると思いますし、まあ、特注サイズじゃなくて汎用サイズ、流通してるサイズで活用していけば本当にこれはいいもんだと思います。へー、はい、結構バレーもこう採用は多いですか。割と出ますね。へー、はい、やっぱりそのこういうなんていうかな、カタログだけだとこれって多分あんま出ないと思うんですけど、現物を見てあこれいいねとか、うん、そういう風に体感いただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、僕が一番いいなと思うのは夏場に関しては格子状になっているここをこうやって開けてあげるとですね、まあ、目隠しも、できて、でかつ防犯精度も多少あると。まあ、うん、防犯に特化してるわけじゃないんですけども、まあ、この状態で網戸して、まあ、寝るっていうこともできますし、
で冬場は本当に光の入り方をコントロールできるっていうのところがいいのかなと思ってます。今のところ、故障なく使えてます。なるほどね、はい、バレーマの欠点ってあるんですか、森さん。欠点ですか欠点は特にないと思いますけども、あのお値段でしょうかね。コスト、コストは本当ね、これ 1,2,3,4 分割されてて、まあちょっと特注サイズもあるんですけど、当時は本当びっくりしました本当に。であと欠点、まあ、欠点というか、うちが困ったなって思ったのが、あのこうやって木がうわさーっと生えてる状態だとですね、両サイドのここちょっとうるさいかもしれない。サイドのこのガイドがワイヤーとレールとあるんですよね、これ。ああ、はい、うん、で僕らワイヤーでやってあったんですけども、こういった植栽が伸びてきて台風とかでこう枝でこれ切られちゃったことがあるんですよ、はい、その辺はちょっとまあ周りの状況とかを加味して、まあワイヤーで行くのかガイドレールで行くのかは考えた方がいいのかなと思います。あとは風速計か確かも何かあったと思うんですけど、それで感知して上がるっていうのもあるんですけど、そこまでやっちゃうとちょっと大変かなと思うんで。なるほど。そんな感じ。掃除はどうされるんですか、もう下ろしただけに拭くっていう感じですか。そうです、水洗いですよね。水洗い、はい、なるほど。こんな感じかと思います。なるほど、ありがとうございます。はい、すみません、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。こちら事務所営業日はいつになるんですか。営業日は、月火木金土日。水曜日がお休みで。水曜日お休みです。はい。スノーピークのアウトドアショップは金曜日、土曜日、日曜日。あ、金土日が空いてるんですね。週末だけですね。週末だけなんですね。はい、そうです。はい。わかりました。またこのね、小牧市近辺、名古屋近辺にお住まいの方、ぜひ一度あの見ていただいてですね、あの検討していただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、尾形さんですね、メールマガジンもやっておりますので、メールマガジンの、登録フォーム、下に貼っておきますので、よかったら、メールマガ登録してみて、家づくり勉強してみてください。はい、そしたら今日はこれで終わりたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、今回は以上です。ありがとうございます。